窓を開けるだけで幸運が舞い込む2022年1月の窓開け開運法。はい、開運法シリーズ第3弾でございますね。窓開けでございます。はい、これも、おなじみだとは思いますが、初めての方のために、月に1回だけチャンスがありまして、ある日ある時間に、窓を、ね、いつも閉まってる窓を開けていただくと、まあ、それで一月のこの運が舞い込んでくれるよという方法でございます。ポイントはですね、いつもは割と閉まってると、あの開け閉めしててもいいんだけど、少なくともそのこれから言う窓開けをする前は、まあ、1日ぐらいは、あるいは半日ぐらいはちょっと閉めといてもらいたいわけなんですね。で、閉まってたのを開ける、そして時間が終わったらもういっぺん閉め直すという、このメリハリが大事ですので、はい、もういつも開けっぱなしだからその時間も空いてるよっていうのでは意味がないわけなんですよ。開け閉めが大事と。そして、大事なのは、2時間の幅がありまして、2時間ちょっと開けておいていただきたいということになります。で、実はね、1月問題な点がありまして。問題なんですか？寒い。まあ、そうです。確かに何ですかって聞くのもおかしかったですけどそれはそうでしたわ。寒いです。1月寒いに決まってるわけなんですよ。はい、でね、まずあの日程からちゃんとお伝えいたしますと、今これ見ていらっしゃる皆さん5日ですよね。5日ですね。明日6日の、しかも明け方なんですよ。5時7時という朝とんでもない時間でございます。おそらく一番寒いんではないかという。そうですね、一日一番寒い時間ですね。夜明け前一番寒いですよね。あららららら、そうなんですよ。はいはいはい、ですから、1月6日の朝5時から7時の2時間の間開けていただきたいということになります。はい、ただ開けるというのは必ずしもこんなバカッと全開にしろということではなくって、要は空気がこう隙間風が少し入るぐらいだけちょこっと本当にもう1センチでもいいですから、こう開けていただくっていうのがポイントになりますので、それを2時間の間だけちょっと風入れといて、2時間が終わって朝7時になったらもう一遍閉めていただきたいと、そういう窓開け開運となっております。はい、まあ天気も気になるところですね。そうですね、思いっきり大丈夫、一番寒いですからね、本当に無理なさらずで。でこれでだってあの雨とかね、はい、なんか雪とか降ってきたらもうね、はい、大変なことですからね。まずね、起きれるかどうかという大問題もありますけども。もちろんそうですそうです、そうです。まだね、正月休みの方も多いですから。あ、6日だとまだギリ、まだギリ、ね、松口というか、はい、そんな感じですのでね、ね、急に5時起き、まあ、もしかしたら起き続けてる人もいるかもしれませんけども。ご本人が別に起き続けてるのは何も問題ありませんので、ね、何も問題もないので、あの閉まってたところを開ける、はい、そして2時間経ったら閉めると、閉める、はい、このメリハリが大事です。眠気覚ましにいかがでしょうか。そうですね、 あとね、はい、方角全然関係ありませんから、はい、どっち向きについてる窓でも結構ですし、窓無理なら玄関だけちょっと不用心にならない程度に開けていただいても、はい、要は閉まってるとこは開くですから、窓じゃなく玄関とかでも結構です。はい、なので場所は関係 な、はい、ないので、皆さん時間だけ注意でお願いいたします。はい、先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。また明日もご覧ください。また明日。また明日。